ベテラン向け。さんどうも。ではどうも。2番のプレイヤーが発言します。はい、特にしようないですね。まあそうですね、進行論っていうか、まあ盤面の進行論っていうのは僕は基本的には言わないですね。固まったら、盤面固まったらその時考えようかなって思ってます。まあ釣り切る釣り切らないとかもうその時考えます。で、なんでじゃあ僕のプレイスタイルだけいこうかなと思ってますね。まあ今回の僕のプレイスタイルはですね、まあ結構ね、思考ロックしてみようかなと思ってますね。うん、たまにはね、このフィーリングとか直感も当たることあるんですよ。俺結構そういう精査をしていこうかなと思ってます。なんで、そうだな。まあ、4番さんあたりを僕は白置きしようかなと思ってますね。まあ、言うてもこの9人村、まあ、自分を除いたあたり、8分の3が人外なわけですね。で、8分の5が、まあ、僕の味方ということで、同陣営ということなので、まあ、当たってるでしょ。ね。で4番さんは多分もうなんか役とか出ても僕はねもう死んでみようと思ってますね。はい、思考ロックしますね。僕4番さん。3番のプレイヤーが発言します。はい、2番さんが思考ロックマンということでね、海外で言うと思考メガマンってことなんですけど、まあ、それ思考ロックって言わないんじゃないかと思うんですけど、雑殴り、逆バージョン、逆雑殴りみたいな。なんじゃそらって感じですね。まあなんかそれで、目立ってるから、どうのこうのみたいな話はしないですけど、まあ目立ってるっていうのは確かかなって思いますね。目立ってるなーって感じですね。はい。盤面出揃ってから、その目立ってるのがどういうふうに働くのかっていうのが見ものですね。って感じかな。はい。まあ、目立ってるなって感じ。それ以上でもそれ以下でもないかなって感じですね。色付けはもちろんできない。目立ってるなって感じですね。はい。頑張りまーす。4番のプレイヤーが発言します。はい、おはようございます。2番さんが僕に、そうですね、3番を褒めてた逆雑殴りみたいな感じなんですけど、2、3、どっちも色落ちなしのグレーなんですけど、印象的には2番さんが、まあ、初っ端からよく喋ってくれて、心に余裕があるのかなとは思いました。で、3番さんもちゃんとまあ2番さんにくれてるって言えばいいんですかね。くれてる感じなんで、まあ、正直、どっちも色落ちはないです。まあ、ここで長々と話してもあれなんで、次回します。5番のプレイヤーが発言します。はい、占い師です。一番白です。俺4番さんと意見が違って、2番さんっていうのは4番に対してプレッシャーを与えてるっていうところがすごくいい印象だと思ってるから、まあ白寄りのグレーっていう感じですかね。まあ失言とかなんかあったらすぐにグレーになりますよっていう感じです。サンバさんに関しては内容の濃さとかに関しても特に何もなかったので、別に色落ちはないっていう感じっていうところかな。4番さんちょっと視点が違うかなっていう気はしました。そうですね、役職の方は自分の意思で動いてくださいっていうところ、誰かに言われたから出てきたとかだったら、あぶり出しの可能性とかもあるので、自分の考えで動いてください。はい、こんな感じです。以上です。6番のプレイヤーが発言します。はい、6番です。よろしくお願いします。CEO ございます。霊能者です。霊能です。霊媒です。まあ、どっちもいいです。はい、把握お願いします。まあ、5が占いで1にしようということで、そうですね。まあ、5、グレーの色触れていく。2番さんっていうのは、そうですね。まあ、4を、まあ、白塗りしたっていう、縦に白塗りしたっていう、よくわか
さんのご経験どうなのかなとはちょっと思いました。自分のことは話してくれてるんで、ね、まあ、印象はいいのかなと思いましたね、はい、で 3番さんと4番さんっていうのは当然2番さんのことを触れてて自分のことはあまり話してくれなかったんでどうなんですかねって感じですけどね。2、3、4だったら2の方がやっぱり印象がいいのかなと思いました。で、そうですね、5番さんも言ってたんだけど、4番さん、2番さんが4番さんに白を塗りしたっていうのが多分4番さんの圧力だとは僕は思ってるんですけども、まあどうなんでしょうねって、今のところまだ僕は面固まってないんでよくわからないのかなとは思いますけどね。はい、2周目、頑張りたいな。7番のプレイヤーが発言します。はい、お願いします。占い師です。9番さんに乱視を誘ってます。把握お願いします。9番さん、白です。現状なんですけど、5番が円ポジの位置に白を出していることから、5番の強めっていうのはあるのかなと思っていて、5番が人狼の時に、仮に5番目線で1が対抗で占い出た時に、かなり厳しい場面になるっていうところから、強めはあるかなって思ってます。まだ断定はしてないけどね。ってところですかね。2番さんに関しては4が人外だった時に、まあそんな感じでやるとは思ってないけど、4が仮にローだったとした時に2番が4を白くするとまずいなと思ってますけどね。あんま印象良くないですね、2番に関しては。3番さんは2周目でいいでしょう。4はフラフラしてたかな。8番のプレイヤーが発言します。はい、よろしくお願いします。村人陣営です。7番さんが9番さんに白、はい、5番さんが1に白、ハーフです。白って言わないから、はい、まあ、占い対抗の精査はまだついてないです。フラットですね。で、まあ、2番さんに触れると、まあ、どうなんでしょうね。4番さんに雑に白塗ってるっていうところ、まあ、プレッシャーでも感じ取れるし、はたまた人道に対しての強靭アピールっていうのにも正直感じられるんですよね。まあどっちかなっていうところですかね。まあまあ発言聞いて聞きますけれども。まあこの場面で、2、3、4で、釣り位置を上げていかないとダメなんですけれども、まあこの時点で上げれるとしたら、まあ4番さんですかね。4番さんっていうのは非常にふわふわしてたっていうところですかね。はい。まあ、釣り位置を上げるとしたらね、はい、まあ、2周目発言聞いて変わるかもしれないですけどね。はい、以上です。9番のプレイヤーが発言します。はい、お願いします。村人陣営です。 CO 等はございません。そうですね、まだちょっと占いの精査はできてなくて、心境のどれもあるんかなっていう感じではありますね。はい、はい、まあ、7番さんも5番さんも占い先に対しては共鳴とか追わないのかなとかちょっと思ったりはしましたけど、うん、若干そこは気になったなりましたね、両方とも。はい、まだちょっとごめんなさい、心境路はどれか分かんないです。そうですね、印象的には2番さんが誰に対して、やっぱりめ、まあ、3番も言ってたけどすんごい目立ってるんだよね。その8番さんがようやく2番さんの共鳴を追ったというところで、まあ、8番さんの印象は良かったかなと思ってます。すごく目立ってるんで、2番さんはちょっと強っぽかったのかなとは思ってますけど、はい、まだ場面揃ってないんで何とも言えないんですけど、はい、そうですね、自分的にはやっぱり3、4番さんかな。今日の釣り位置としては、3番さんはちょっと目立ってるっていう発言しかなくて、4番さんはまあ15秒ぐらい残してるんだよね。1番のプレイヤーが発言します。村人陣営です。4番さんがそんなにふわふわしてるっていう風に私はあまり感じなくて、3番さんの方が若干どうなんだろうと思いながら、まあ、でも2番さんしか触れるところがなかったので、2周目の発言を聞いて考えればいいかなって思って、釣りたくないのは8番さんで、なぜかというと、なんか 2番さんが4に対するプレッシャーでも感じ取れるし、人狼に対するアピールにも取れるって言って、人狼に対するアピールってどういう意味だろうと思った時に、2番さんが4番さんを白置きして、万が一4番さんが人狼であれば、白置きされたことによって、あ、そうかって、自分を白置きするんだっていうふうに、まあ、アピールにも取れなくもないので、そういう意味なのかなと思ったら、なんか8番さんの視点ってなんか私の中では新しいかなと思ったので、8番さんは手を釣らなくていいかなって思っていて、占い師に関してはまだわからないです、ごめんなさい。2周目話します。以上です。2番新しいプレイヤーが発言します。まあそうですね、まあ、8番さんの目線はすごく良かったかなと思いますね。だって俺がなんかその人外にアピールしてる教授みたいな、まあ確かに客観的に見たら
これなんか狂人っぽいなと思っちゃうよね、うん、ただ俺はその4番さんを本当にねもう初日は釣りたくないなと思ってて、まあ、俺ただ初週で言った進行の通り俺直感プレイヤーで行くっていうプレイスタイルをね提示しちゃったからね、まあ、3番が言う雑なぐりっていうのもあるかもしれないけど言うても当たってることもあるじゃないですかね、8人俺を除いたまあ8人中5人が5人5人ですよ、もう味方が。で、まあ、3人外だから、まあ、当たってるでしょ、4番さんの白は、ってところで。うん、まあ、俺は初日でその進行論ね、結構ね、圧力じゃなくて結構ガチで言ってましたね。はい。ってことで、まあ、俺のグレー幅は狭まったんですけど、まあ、3か8かなと思ってて、8番さん結構いい視点だったかなと思って、消去で3番さんですね。まあ、3番さんもクルーズがあるってわけじゃないけど、まあ、消去ホッス。2周目で目立ってる。まあ、2は雑なぐりですけど、まあ、雑なぐりと言われちゃう雑なぐりですけどね。まあ、でも村目線客観視したら釣り位置って2か4になるのかなとは思うけどね。ただ俺は4番さんで、俺はね、発言的には全く聞いてなかったけど、俺はもう釣らない進行取っちゃってるんで、まあ、3番さんから行こうかなと思ってますね。はい。で、占い師に関してはまだ分かんないですね。まあ、5番さんが、まあ、2は4にプレッシャー。いや、プレッシャーじゃないです。俺はガチです。はい。で、7番さんが、まあ、なんだろう、5番さんの興味があるって言ったんだけど、別に5-1のかっこいいとこもあるんじゃないのとは思ったけどね。後半一抜いてから強靭っていうか、まあ1番さんはそんなかっこいいって感じはしなかったけどね、視点一緒だったから。はい。まあ、今日3番ですね。3番のプレイヤーが発言します。はい。もう今日2番つっていいんじゃないですかね。と思いますけどね。もうあえて目立ってるって言葉に収めておいたんですけど、もう何の意味があるんだろうと思ったけど、単純に意味ないですね。4番さんの話聞いてないけど、4は釣りたくないから、消去法で3ってそんな精査するやつは、ね。まあ、残しておいても、後々大変になるかなと思いますね。単純に話聞いてないっていうのが、まあ、全然、なんか何とでも終えると思いますよ。目立ってるって発言に全部込めましたけど。まあ、村サイドでも分かるし、狼でも狂人でも分かるし、狂人のフリースタイル狼っていう風にも飛べるし、単純に意味の分かんない村人っていう風にも取れるしね。全部集約されてると思いますけどね。かなぁ。そうですね。一番さんは、なんかようわからんかったな。8番さんの視点が新しいから、で4はふわふわしてると思わないって言ったのに、8は新しいか釣りたくないっていうのはなんかちょっと意味わかんないなと思いました、単純に。まあ、4番さんは2周目したいかなと思いますね。8番さんに返すんだったら8番さん自身もなんかそんな一緒、まあ意訳しすぎかな。まあ私と言ってること一緒だからあなたもふわふわしてんじゃねって思ったけどな。まあ4、8台だけど、まあ、2釣りでいいんじゃないかなと思ってますね。4番のプレイヤーが発言します。はい、1周目お疲れ様です。そうですね、占いの精査はまだついてません。で、2番なんですけど、後ろ気してもらうのはすっごいありがたいんですけど、それ村的にどうなのっていうのか。じゃあ逆に2番、2、4で、例えば適当に3番さんが残ってます。最後まで残ってました。で、本当は僕が人狼でした。でも、2番さん、僕のこと白置きするって言って、もう最初から決めてるからって言って3番さんに入れて村負けましたってなったら、もう反感すっごい買うし、ちょっとそれ意味わかんないですよねっていうので。で、今日は2番さんですね。で、8番さん、1番さんはまあ伸びてるんで、考察、今日はまあ2番さんで決まりかなと思ってます。伸びてるか。5番のプレイヤーが発言します。そうか、まあ確かに思考ロックはどうなのかなっていうふうには思いますけども、やる気なさそうにしか見えない。本当疲れてるからな、なんか そのせいかもしれない。俺も結構直感プレイヤーなんで気持ちは分かりますよ、2番さんの言ってる意見。まあ途中で変わるかも、意見が変わるかもしれないけど、まあ最初に言ったこととちげえじゃねえかっていう風に突っ込まれて自分つらいのも嫌だし
つなぎ通すしかないっていう気持ちも分かるから2番さん白なんじゃないかなっていうふうに俺は思ってる、ね、どういう理論なの、同じ直感プレイヤーとしてね、うん、気持ちが分かった白なので3番さんいろんな視点持っててすごくいい感じ、新老教どれもある、まあ7番はね俺のこと今日で見てるみたいなことを言ってたけど真ですから俺もまだ、そこら辺判別できてません7番のことは3番はすごくいい視点だと思ってるから白を置きしてます、とりあえずはね、そんな、とりあえずはなんかいろんな視点持ってたかな、そんな白くないと思わないか今後の発言にもよるけど4番とはやっぱ視点が違えんだよな、俺4番行きたいなっていうふうに考えてる情報もあんまり落ちなかったしっていうところかな。6番さんどうですか。6番のプレイヤーが発言します。2番さんっていうのはそうだね、まあ誰かが言ってたけど強靭アピールみたいな話をしたんだけど、で誰かも言ってたね、その強靭アピールをした3番さんかな、なんか強靭アピールをした人狼なんじゃないかなみたいな話をしたんだけど、その強靭アピール強靭みたいな動きするのってその自分が白だからできる動きだって、もし2番さんっていうのはまあ目立ってる動きしてるから、もし占われたらもうその時点でもう終わりだと思ってるんで、2番さんっていうのはあっても強靭だと思ってるんで、2を人狼に置いた3番さんっていうのはそう、まあ俺とはちょっと視点が違うのかなと思ってますね。4番さんはちょっと 何言ってるかちょっとよく分からなかったなとは思いましたね。で、その4釣りの流れから、まあ流れを来たのは1番さんなのかなって、1番さんっていうのはまあ確かに僕とまあちょっと意見一緒なのかな、4番さんフォーガーしてるって言ってるけど、3番さんの方がフォーガーしてねえのっていう発言に残してくれたのは1番さんは、ああ僕と視点似てるなと思って、1番さんは白いのかなと思ってて、まあ、その流れで言うと、まあ、3番さん行きたいなとは思うんだけど、4番がなんかちょっと何言ってるか分からなかったんだよね。結局どこの方がわけわかんねえだろ、うん、2釣り押すみたいなこと言ったっけ4番さんって、2釣るのかって話、まあ、3も2釣るってなんか、いや白のような気がするんだけどな、そんなリスクを犯してさ、その強靭みたいな動きするかねって思うんだけどね。だったら、めちゃくちゃ言葉選んだけど、2はいらないでしょ。おそらく、あの、囲われてるっていうのもあるけども、って感じなんですけどね、僕は7番。白でもいらねえよ。発言します近くの霊能の6番さんに言うのは申し訳ないけど、ちょっと頼りなさすぎる。俺は絶対2に行きますけどね。6番さん目線、じゃあ2のローメって完全にないんですかね。2番に関しては3番が言った通りだと思いますけどね。新境路全部あるって。3番は2をローと言ってないですからね、6番さん。6番さんを殴りまくる感じになるけど。把握漏れがすごいから。2って別に3番が言う通り何でもあるのよ。そういう風にやってるのは自分が白かもしれない村人の可能性もあるし、実際に強人の可能性もあるし、凶悪してる人狼の可能性もある。で俺2なんかに絶対占い使いたくないの、占い結果を。だから2を釣ります。だから俺は分かんない。2が人外だと言い切ってるわけじゃない。ただ2はいらない、シンプルに。だから2を釣る。5番って結局、2は白い、で、3はなんちゃらとか言って、なんか人狼探す意欲ないね。そこから俺も、やっぱ5番って興味あるのかなって現状思ってて、だから明日は1占いしようと思ってますけど、白だったら白だって各白でムラリあると思うし、現状2浪旋風なんじゃないかなっていう線で追ってますけどね、相変わらず。3番最初かな、3は釣りたくない。4は色見えないね。1、いや、まず6番さんまた言ったけど、4釣りの流れとかあったっけ？で、それを1が切ったっていうのもよくわかんなかったね。6殴りに時間使っちゃったけど、俺は今日2行きますね。4、8現状色見えないけど、3は白く置いてます。8番、カリ出さない。プレイヤーが発言します。はい、よろしくお願いします。そうですね。まあ、精査的には2番さんの色は非常に気になりますね。強靭なのか、まあ、人外なのか、まあ、村人なのかっていうところね。で、5、7番さんの占い師が3番を白浮きしてるんですよね。これ、どこともつながってくるなっていうふうには思ってるんですよ。5、3、ロー、ロー、7、3、ロー、ローね。まあ、2番強靭であったら、まあ、正直どこともつながるんですよ。2強人の5、3ローロー、3、7ローローね。
占い師どっちも白置きしちゃってるんでっていうところね。はい。っていう感じですかね。難しいな。まあ2の色は気になるんで、2には行きたいんですけれども、正直占い師2人の3番の白置き、まあいろんな視点を持ってるから白置くっていう理由が、まあよくわからないなっていうところね。っていう感じですかね。まあ、ラインがあるのかなって正直思っちゃいましたね。はい。っていうところで、本当に占い師の精査ついてないです、今のところ。あとなんかめっちゃ気になったんですよね。何やったっけな。あれ？ああ、4番を釣り寄す流れは僕が言いました。僕がこれで、一番発言伸びてないんで4番いきます、みたいな、ふわふわしてたんで、っていうところをね、この1周目の時に残しました。うん。まあ、2位いきます。うん、2位いきます。以上です。黒な気がすんだよね。プレイヤーが発言します。はい、お願いします。そうですね。まあ、2番さんに投票が集まってるんで、僕が他に入れてもあれですよね。多分2番さん釣られちゃいますよね。自分的には、なんだっけ、6番さんも言ってたけど、ローでそんなに目立つかなと思っちゃうんですけどね。2番さん、なんかまあ、あって新今日、今日か、今日なのかなとか思っちゃいますけど。それ7番さんは1番さん占うんですよね。そしたらじゃあ、だったら無駄になっちゃうんで、5番さん僕を占えばいいんじゃないですかね。クロスで、隠し色を2つできるんじゃないですか。自分的にはまあ1番さんはちょっと白、1番さん、8番さんはちょっと白っぽく感じてるんで、まあ僕ローっぽい発言になっちゃうかもしれないですけど、3、4どっちか占ってほしいですけどね。はい。まあ7番さん、1番さん占うんだったら、5番さん僕占ってくださいね。はい。その発言よくわからんな。無駄になっちゃうからってどういうこと？いや、クロス占い確かにすればいいんですけど、3、4どっちか占ってっていう9番さんの視点は悪くないかなと思っていて、3番さんと4番さんって、なんか、すごく黒いわけでもないけど、めちゃくちゃ白いわけでもなくて、なんかでも色落ちしてないかって言われたらそうでもなくて、なんか占えばいいんじゃないかなって私も確かに思ったんですよね。だから9番さんのその自分が人狼っぽくなっちゃうけれども、占わないでって意味ではなくて、3、4占えばいいっていうのは素直にそうだよねって思いましたね。で、3番さんのニーツってあえて目立とうという発言にとどめていたけれども、4の発言聞いてないけど、白置きとかなんとかかんとかっていうのは確かにそうなのかなっていうふうに思ったのと、あと気になった発言が、5番さん占い師の思考力はどうなのかと思うが、俺は直感プレイヤーだから最初に言ったことと違うと突っ込まれるのは嫌だから同じ直感プレイヤーとしては白なんではっていうのは、分からなくもないけれども、なんかやっぱり2番さんってもしかしたらなんか人外あるのかなっていうふうに、目立っているから人外ではないとかいう考えってやっぱりやめた方がいいので、そういう意味では丹羽さん釣っといた方がいいのかなっていうふうに思いました。で、他に気になった発言は、8番さんはやっぱりなんか、どうやろう、2周目8番さん若干伸びなかったのが気になるけれども、そんなにおかしな要素も拾えてないので、で、4番さんを釣り寄す流れは僕が作った1周目に行って正直に言ってたところもなんか、人外っぽくないなと思ったんですよね。以上。全部視点合わねえから全員人外なんじゃないこれ。これから投票に。その疑いにはどんな根拠？全員怪しいんだけど。二四八九一全員怪しいんだけど。投票が終了しました。追放されるプレイヤーは2番、2番の遺言を発表してください。まあ全然いいっすよ。たださ、これって初手の発言でさ、色落ちなしっていう精査が嫌いなんですよ。進行論とかベラベラ喋って、いやー2番さん色落ちなしですねとか言って言われたって、もう村が何も言わないじゃん。じゃあ2番さん2周目ですねとか言われたって、だからなんかテンプレ的な進行が僕好きじゃないんですよ。まあそれで村を混乱させてしまい初日釣りっていうのは申し訳なかったな。ただ占い師だったら俺7番さんのが新っぽいかなと思ったかな。まあ、4番さんが黒だったら7の黒はあるかなとは思うけど、7番さん目線で、まあ、俺を釣りたいって言った理由が占いたくないから、まあ、狂人もあるしみたいな視点は良かったと思うよ。
が、まあ、邪魔な存在になっちゃったのは申し訳ないなとは思います。で、うん、5番さんって、まあ、俺を白く見た、まあ、釣り、目立っちゃいけないっていうのはまさに、ケイ先生の言葉がここに集約されてると思う。まあ、5、4目立っちゃいけない。釣られちゃいけない。確かに4番って発言では、まあ、白要素はないんだよね。噛まれちゃいけない。なんか2で決まりじゃないかみたいなのしか言ってないから、なんか釣りやすいところを釣りをしてるっていう印象。3番さんに関しては、まあ、狼、8番が言ってたように、どっちでもつながる位置だと思うんだよね。そう。3番さんは、3番さん目線は、まあ、俺が心象悪くなるのは当然だと思うよ。うん。俺を釣りたい、いらない存在っていうのを思うのかもしれないけど、ただ、そんな、あれ、思考は変わるもんす。ロックはしないっす。はい。だから、言うなし、発言的には、その4がローだった時は7はあるかなって感じかな。だって、村目線って、釣り位置的には、多分、8は除いて2、4、3に若干、どちらかというと2、4じゃない村目線って、釣り位置だった、発言的には。だから、7番さんがちょっと4番さんかばったようにも見えるしね。はい。夜が更けました。人狼に気をつけてください。いいと。9はなんで1で白が出るって分かってたんだろう。夜が明けました。単純に疑問。昨夜は誰も死にませんでした。発言ターンに入ります。6番のプレイヤーが発言します。まあ俺からか。2番白ですね。はい、白です。はい、5が4、白、7が1、白、うん、7は隠し色を作ったんだって感じですね。で、5が4、白でしょ。まあね、まあ、2番さんの発言で5番さんは7、4あるんじゃないかっていうところ、5は4ぐらいになったのかなっていう感じですかね。はい、ぶっちぼきてんですね。つうか僕の仕事はこれで終わりだと思うんで、あれですけど、2は白でしたね。はい、現状、七尾のね、話聞いてないんで、特に言えることないんですけども、どうかなって感じですね。はい。そっか。七尾な。何が起こんなかったとも取るべきなのかね。どうなんでしょう、でしょうか。はい。ぐらいですかね。はい、以上です。7番のプレイヤーが発言します。はい、あ、これはね、人狼推理補助ツールってやつですね。今日は村釣った場合に PP は3釣って釣られた最速 PP になっちゃうのか。待ったな。1が白だったことから、あの1周目に言ってた5の強の線は俺は捨てようと思います。なんで5ロー軸で普通に追っていこうと思うんですけど、4に白でしょ。4投票で4にしろ。記者はもう昨日出なかったで、全然分からんわ。申し訳ないけど、安易に5、4囲いなんかなって考えちゃうけど、いや正直俺1黒出ると思ってたんだよね。結構昨日5強で追って2老先輩だと思ってたから、その線が崩れちゃったんで、全然わからなかったな。今日村上さん、占い決め打ちになっちゃうよね。うん、ああ、この場所で発言が不利なんだよな。今日は動いてくださいって言うしかないんだけど、LINE が全然見えない。3じゃないかなと思ってんだけどね。ああ、申し訳ない。全然伸ばせんわ。動いてください。発言順が悪すぎる。8番のプレイヤーが発言します。はい、お願いします。まあそうですね、占いにローいってる、なんですか。7番さん目線は1級が白でしょ。7が占い師なんで、5、3、4になるんですよ。ああ、僕も混ぜないとダメですね。まあ、5、3、4、8になるんですよ、7番さん目線はっていうところですよね。うん。で、5番さん目線は、4白でしょ？ 4 と9、9ですよね。あ、9じゃないや。
あ、1が隠し色なんで、5番さん目線は3、8、7。ややこしいな。ややこしいな。盤面整理がちょっとできてないです、まだね。なんですけれども、まあ、昨日のね、考察で落としてたんですけれどもね、やっぱり、なんでしょう、昨日の発言的に、やっぱり3番さんってどこともつながってくるなと思ってたんですよ、ずっとね。だから3がローなら、白置きした5番さんね、囲い込みしてたんでね。はい。まあ7番さんも囲い込みしてたんですけれども、今視点ブレブレになっちゃって、全然コスト落とせてなかったんで、まあ5番さんの発言聞いてからですけれども、今のところ3号ローローで追ってましたね、僕はね。っていうところですかね。はい。まあ5番さんの発言聞いて変わるかもですけど、はい。今のところ5に行こうかなって思ってます。占い決め打ちならね。はい、以上です。9番のプレイヤーが。やっぱ8なんじゃない？7、8かな。はい、お願いします。今日はそうですかね。まあ、占い決め打ちでいいんじゃないですかね。まあ、1番さん隠し色ですよね。そうすると自分目線は、どうなんだろうな。5、7、心境、心境、あ、ちょっとな、まだわかんないな。今日がいたら霊能で出てくると思うんだけど。でも2番さんに今日落ちてんのかな。どうなんだろうな。俺、占いが、心境なら3、4ってあると思っちゃってるんだよね。結構 3番は2行きたいって言って4番も2行きたいって言ってたんだよね。その1周目に4番さんは3番さんを白っぽいって言ってたんですよ。3、4のローもあるんかなと思ってるけど、はい、まあ、発言そうですね、まあ、今目線だとやっぱり7の方が芯が見えるんですけど、はい、占いなら5行ってグレーなら3。1番のプレイヤーが発言します。占い師なら7進かなと思っていて、5番さんに理由を聞かないとわからないけれども、昨日の発言をもう考えていたんですが、5番さん1周目に4が怪しいみたいな、視点が合わないみたいなこと言ってて、でもその理由ってちゃんと述べてなかったと思うんですよね。でも2周目も5番さんはやっぱり4と視点が合わないって言ったけど、どの視点が合わないのか、どの発言に対して視点が合わないのかっていうのをちゃんと説明を明確にしてくれてなかったので、視点が合わないから怪しんでいて、5番さんが4に投票して5番さんが4を占うのは分かるんだけれども、理由を述べてないっていう意味で5、4の囲いがあるんじゃないかなって思ってしまいました。で、9番さんに関してはなんか強靭の話ばっかりしてるので、自分が強靭ですよ、だから自分を噛まないでくださいっていう風に発言しているように感じました。なので占い師は7神で5、4の囲いで終わるんじゃないかな。3番さんに関しては特に言うことはないです。なんか怪しいところもなかったし、8番さんも怪しいところなかったので、それより5、4の方が気になって仕方がないかなっていうところですかね。はい、それぐらいかな。9番さんに関しては強靭かなっていう風な視点を落としておきます。3番さんは振り返っても、まあ私の発言で8が新しい視点を落としているから白置きはダメだよって言ってるのはその通りだから、別にその発言に関しても怪しいところはないと思いますね。占い師なら5釣ります。以上です。3番のプレイヤーが発言します。5、4疑うんだったら5番さんにどういう視点が違ったのか教えてください。それ聞いて5、7決めますでっていう発言すればいいんじゃないかな。不自然すぎるけどな。5が4を書こうとして視点違うって、しかも2回も言ってたからね。そんなことあるかな。不自然な気がするな。単純に視点が違うって思ったんじゃない？まあ、説明次第だけど。7番さんさ、今日なんか村っつったらピピになるとか言ってたんだけど、そんなこと言う時間で困ったとか言ってたけど、何も困ってないでしょ。もう5釣り押せばいいだけじゃん。5番さんの話一切しないのがよくわかんないし、やっぱ5、4の囲いで見るにはやっぱ理由がいるし、1番さんみたいにね。でも1番さんのように納得できなかったよね。まあ、1黒出ると思ってたっていうのはまあ分からなくはないけど、ってところ、いやまあ5番さんにかといって信用差があるって言われたら微妙なんだけど、でもなんか7の方がなんか危機感ねえなと思いましたね。絶対今日5行ってくれで、5の精査をもっとすべきだし、5、4で追うんだったら今日7行きてえけどな。7、8じゃねえかなと思うんですよね。
8番さんってまあ3と5、7がまあつながるのはいいでしょう。でもさ、3の精査してどうすんのって感じ。そのライン見たところで何にもなんないじゃん。だってどっちとも3とつながってんだったら、じゃあ5と7で差をつけるべきでしょう。そこで差をつけないのが怪しいなと思ったら、あの8じゃないかなと思うけどな。5、4にはちょっと見えない。まあ、5番さん説明したい。どういう視点が違ったのか。4番のプレイヤーが発言します。まず正直まだ占いの精査はついてないです。他の皆さんなんですけど、一番は隠しろ、全員また言ったこと言ってんだよな。そうっすね。お前さん、僕占いか。まあ、僕怪しいも怪しかったもんな、普通に。リンカーだね。7番も、なんか、わかんないって言ってて、まあ、その1だもんで知らない気がするっすけど、5番さんの話聞いて、あ、すいません、誰にくれれないんですけど、とりあえず5番さんの話聞いて決めたいと思います。5番のプレイヤーが発言します。はい。まず隠しろの1番に、言いたいんですが、メモ取ってる割には考察できてないですねっていうところ。いや、そんなこと言ったら場合か。悪くしたら、まず説明します。1周目、4番さんメモ取ってるんですよね。1番さん、4番さん1周目なんて言いました。2番3番色落ちなしです。で俺が、1日目の1周ねで2周目、1周目ね、2番さん3番さん、2番さんの方が白っぽいな。俺もあれ直感プレイヤーなんで白っぽいな、視点違うじゃないですかその時点で。でも2周目になってなおさら 4番は2番を釣り押した。だけど俺はやっぱ視点が違うなと思って4番を釣り押した。そこでまた視点が違うじゃないですか。そこは怪しいなと思って4番を占いました。まあ3番さんにもアンサーですけどね。8番9番はもう何言ってるのかさっぱりわからん。あの理由も何もないしにこれを釣りをしてるっていう時点でよくわからないっていうこと。こんな切り方しないくね。全然人の話聞いてないですよねっていうところです。1日目の2週目5番が3番うんたらかんたら、そのうんたらかんたらって何ですか。人の話聞いてませんよねっていうところです。3番、7番さんの黒目って。はい、そんなところです。まあでも4番白だったんでね。おっちゃうよな、ちょっと4番さんはいかんが素直に白、14が白ですね。いやもうラインギリギリ54には少なくとも見えんけどな。3789のどこかにいます。以上です。7番釣りで全プレイヤーの発言が終了しました。こんな器用なことできると思わんけどな。これから投票に移ります。いやむずっ、7かな。5がだって横塗りできる位置なくね。もうは投票が終了しました。追放されるプレイヤーは7番7番の遺言を発表してください。あ、俺釣られたの？え、マジで今の5番の発言でびっくりした。え、うっそ、今の5番の発言で俺釣られるの？まあ気持ちはわからんでもないけど。すげえわ。マジで51436 51436。あ、1はマジですげえわ。え、5番の黒目って俺が話聞いてないって、新郎だったら話聞くくない？それはマジで。え、この返しは微妙。あ、そう、マジで。いや、びっくりした正直。まあ、発言順悪いな。俺が7番、あ、5番の後に発言だったら発言順ではなく、ね、100% 新目取れたと思うんだけど。マジ か。いや、5番の発言終わった後はよかったって思って、これが釣れるわって思ったんだけど、マジで。どういう精査して 5, 5
に行かなかったの。7も別に新要素ないけど。俺のラインってどこだ？マジか。いや、ちょっとびっくりしてます。以上。まあ、もう、まあ、負けか？これ、負けですね。はい、お疲れ様でした。2が強靭じゃない限り負けですね。はい、お疲れ様でした。なんかね、あんだけ困ったとか言ってたのに。気をつけてください。もっと言えることあったと思うけどな。まあ、5が何の精査もねえのは確かな。1を殴って、いや、これ逆精査になっちゃってるのか。それ以上に8が臭いんだよけどな。夜が明けました。昨夜は1名の方が亡くなりました。信者。5番、6番のプレイヤーが発言します。どれ最初か。7白です。7白、はい、アークお願いします。新居漏れ残してる。でも5、7噛まれてるから黒囲いっていうあれでだから残されたわけでもないのか。うーん、7白だったんだよな。でも5、7白であればまあ5、まあ新居、5、7新居なのかなと思ったんだけど、どうなんだろう。5の新名を高くするために一番にしたみたいな線もある。で、4囲ってみたいな。わかんねえなぁ。正直7号の政策なんかどこいどこな感じしたんですよ。7番さんっていうのは、5、まあ、なんだこれ。線はいいか。え、新居なら。残ってる、人で。黒いのね、そう。え、でも4だったらさ。ちなみの線とかいます ?7 が死んで。わかんねえ。で、誰が騎士だっけ ?9 番が騎士か。9の太鼓いるなら出てきてほしいな、本当に。だったら9白、9角白置いていいよね。で、9、1角白でしょ。8か。8、3。え？で、おかしくね？されてる4。お互い視点おかしいよな、8と3。いや、わかんなかったな。4が黒で、5を噛む。5、7、新居だから噛まれた。わかんないっす。マジでごめんなさい。4、8だったら5噛む必要なくね。だって勝ちじゃん。頑張って。8番のプレイヤーが発言します。謎なんだけど、何これ。お願いします。まあそうですね。5番さん噛まれましたね。で、7が白をしていることから5番さん噛まれたってことは強靭かな、地紙はないとは思うんですけれどもね。だから PP 起こってないでしょ、多分。っていう僕の考察なんですけれども。はい。多分ね。5の地紙はないから、強靭が落ちたからっていうところ。で、5番を偽に見るなら、っていうかもう僕目線も3、4ローローしかないんですよ。占いが新居であればね。はい。で、その4番さんを混ぜてなかったのがやばいなって、昨日のね、考察ね、占いにローが言ったんで。今日は僕も3番いきます。絶対に3いきます。以上です。9番のプレイヤーが発言します。はい、お願いします。1番さんは僕を今日で追ってたんですけど、僕はあの騎士なんで、お願いしますね。はい。どうだろうなぁ。7白か。いや、でも僕は5の。え、なんだこれ。地紙もあると思ってますけどね。4が強なら5をの、4が人狼なら5を残しとくと思うけど。いや、どうなんだろうな。地紙もあるのか。地紙する必要あるか。難しいなぁ。いやー、そうか。ちょっとね、8もね、一番さんも言ってたけど、8もちょっと臭くなってきたんだよね。5が真なら4、白でしょ。今日3、8の精査じゃないですかね。ちょっと発言にもよるけど、3番の。1番のプレイヤーが発言します。
私は4釣りたいんだけど、9番さんが3八の精査って言ってるんだったら3八の精査でいいけれども、なんで4釣りたいかって言っておくと、4番さんって2日目に占い師の精査まだついていない、5は僕が占いか、7もわからないと言っていて、5の話を聞いて決める、これしか言ってないんですよね。これしか言うことなかったかな。順番的にめっちゃ最後の方だったにもかかわらず、4番さんはそれしか言ってなくて、4釣っていいんじゃないかなって思うんですけど、3、8の精査って9番さんが言うのであれば、で6番さんも4釣ろうって言わなかったと思うので、じゃあ3、8の精査にしますか。でも8番さんも確かにちょっと黒くなっちゃったかなとは思います。はい、なんかPP 起こってないとか、5を偽に見るなら3、4狼しかないとか、ただ3番さんも急に7、8に視点を変えてきたんですよ、その順番的に。で、私も迷って7番さん釣っちゃったので、まあ7番さんが真か狼か狂人かは分かりませんが、7、8って言われて悩んで悩んで、5番さんの発言の4番さん占いの理由も納得できなかった部分があったので、7番さん釣っちゃって、3番さんがもし7、8だろうって言わなかったら、私も5番さんの理由を聞いたとしても、7番さんには入れなかったかなと思うんですよね。あ、違う、ん?そうだよね。え、3番さんが7、8の視点に持っていった、5番さんの理由を聞いてたら、5番さんに入れていたと思う。って感じですかね。だから3番さんが私の視点を変えたっていうところもあるので、3、8どっちもよくわからないので。3番のプレイヤーが発言します。もっと自分の意思を持ってほしいんだけど、1番さん、私は別に何も変わってないよ。私は初日に釣ろうで、8もふわふわじゃねって言ってたんだけど、私と同じ精査しなくて、で、その時点で8で上がってて、5、7の精査一切つけてないよ。で、2日目が来て、7番さんがなんか困った困ったとか言ってるからさ、何のんけなこと言ってんだって言っただけだよ。何も変わってなくね。そっから7、8つなげただけだけど。で、8番、3、8のさ、視点はさ、はってなるはずなんだよ、5神は。だってさ、私視点さ、4、8、黒黒でさ、5の狂人かな。まあもう8の話でいこうか。8目線さ、3、4、ローローでさ、だったらさ、5の狂人分かってんのよ。え、噛む必要なくね。もう勝ちなんだから。って思わない?それが自然じゃない?だって3人が残ってんだよ。で、6人だよ。もう PP できるじゃん。はぁ?って思うんだけど、普通。何冷静に3、4とか言っちゃってんのと思いますね。私はもうなんか、6が偽で潜伏霊能とかいるんじゃねとか、ワンチャン9偽あるんじゃねとか、そこまで考えるのが二村してんだと思うけど。でも、にしても、わからん。え、五神は何なんだ?いや、わからんね。54、ローローで、今日の釣りを流れたかった。いやいや、54には見えんけどね、昨日も言ったけど。8の視点っておかしくね ?8 釣ろ。4番のプレイヤーが発言します。8号狼ってこと ?8?5番さん、血が身噛まれた。情報量1、多いの、俺だけなのか、こんなに困ってるな。狼って2の今日もあるからな。何?何で血が身したの?意味わかんないんだけど。いや、もう誰か追加したし、ちょっと待ってよ。何これ?なんだ?58でも自我にするメリットねえしな。マジ追加してもらって申し訳ねえけどな。マジこれわからんな。38、別に、ローローも別にありえんとはない。いや、もう整理できたから村なのかとか考えるのやめよう。どういうかねえのか。いやでも、58でも5かも意味わからんすね。マジ申し訳ないっすさ。3つに持ってきたかったのか。いや、ほんとに申し訳ないっすけど、マジわからんすね、これ。58しかなくね。もう発言ないくて怪しまれるな、しゃあないもんで。
おお、マジ申し訳ない。本当申し訳ない。わからんす、僕には。全プレイヤーの発言が終了しました。これからうちも超人癖いったもんな。若者よ、そう簡単に結論を急ぐな。4番のプレイヤーが発言します。5-4でも時間にする意味あるか。8-2でどんどん1-3で8が3、4が出るのが9-6。あ、違うわ、まあ、僕初日神なしなのか。わかんないもんで申し訳ないんですけど、発言なくて黒く見られるのはしゃあないもんで、もう言うことないっすね。特に単純に噛みなかったのか。ああ、そうだ。初日噛みなしなのか。連噛みなのか、5の。ってことは、僕が思ってるように4、8でやっぱ噛むしかなかったんじゃない？ 5。審議ついてなくて。そういうこと？わからんすね。マジすいません。8番のプレイヤーが発言します。はい、お願いします。1番さんと3番さんが僕に入れてるんですね。はい。まあ、アンサーするんですけれども、僕目線ってね、もう5が強靭か、地神の線しか追えないんですよ。うん。じゃあ5が真だった場合、3-8ロールになるじゃないですか。もうわけわかんないんですよね。4-8なんで、うん、なんで僕は7番さんを真とする進行しかできないんですよ。うん。で、正直、人狼陣営って強靭ね、まあ、5-7の占い精査ね、どっちが強靭か分かりましたか？分からないですよね。で、占われてくる、打たれるのが嫌やから、ね、もう消しとこうって思って噛んだんじゃないですか、多分。っていうことですよね。うん。だから、もう5を強靭で置くなら、僕は3-4ロールしかないっていうふうに言ってます。はい。5が地神してたら、これがね、難しいです。3-4どっちか。でも3やと思うんですけどね。うん。デグはないってことは地神ってこと、ね、はい、僕目線の話です。これ以上です。全プレイヤーの発言が終了しました。これから投票に移ります。若者よ、そう簡単に結論を急ぐな。こうして4にしろ。やから別にちょっと拾える8にしかいかねえや。投票が終了しました。追放されるプレイヤーは8番の遺言を発表してください。8-4黒なら5かも。これで紙しかなかったんじゃない？5でしょ。レンガミだから。あ、5番が地紙してなかったら負けですね。で、1-2-3-4-5でしょ。騎士噛まれて4。うん。っていう感じですね。はい。まあ。明日わかるんちゃいます。以上でー。夜が更けました。人狼に気をつけてください。五が地神、4-5で地神してたってことで、グッジョブ出ちゃったってこと。ありがとうございます。夜が明けました。昨夜は1名の方が亡くなりました。1番のプレイヤーが発言します。まあ、騎士噛むのは当然だと思うんだけど。8白ですよね。そうですよね。じゃあ5-4ってこと。え、3-4ってあるのかな。5が強靭で3-4だったの。白しか釣れてないんだけど。勝ったんだったら PP 宣言してるはずだからないってことですよね。わー、これわかんないな。5番さんが地紙だと思ったら、4番さんは、ん？脅迫紙みたいな言葉の使い方間違えてるのかもしれませんが、4番さんが白くなるための5番さんの地紙も考えられるんですよね。で、3番さんと4番さんで、3番さんが8釣りをして、
4番さんはわからないとしか言ってないから、3、4はない。でも3、4しかもうないんだけど。ああ。例の結果的にも、これ狼二人狼残ってたらもう画面終わってるんですよね、きっと。ってことは一人狼落ちてるってことでいいんですよね、きっと。頭悪くて本当申し訳ないんですけれども、発言聞いて考えます。終わってるんだったら終わってるって教えてください。以上です。3番のプレイヤーが発言します。いや、やっとね、語髪の意味が分かった。あの初日さ、あのグッチャブ出たじゃないですか。そういうことなんだなと思って、語を初日噛んでてグッチャブ出たから語を噛むしかなかったから、だから2日目以降で語を噛んだ理由を考えても意味ないなっていうのに終わったと気づきましたね。ただの連紙。ただ、それで、4、8で黒黒で審議ついてなくて、ベグ、いわゆるベグで、7、8、なんだ。5、7の審議ついてなかったから、5をとりあえず噛んだら、グッと出ちゃったから、もう一回噛んだみたいな感じが時系列的には正しいかなって思うんだけど、でも8、白なの。マジか。これ全部外してるってことだよね。全部白白白でしょ。だから54で、54で、地紙するつもりだった。あー、でもそうか。54で地紙するつもりだったから、5が適当な理由でライン切ったから、まあ、結局、まあ、白を出すしかなかった。黒を出すわけにもいかんすね、あのまま。死ぬつもりだったのか、5は、地紙で。で、4に視点違う、視点違うって言って、適当にライン切っといて、だから、4白って出したことによる整合性を考えるよりも、もう5は死ぬつもりだったって考えれば納得か。4、いきます。4番のプレイヤーが発言します。はい、おはようございます。もう僕目線3で終わるんですけど、それの理由がいるんですもんね。3番さんが黒か。へぇ。だって6霊能の1角白だもんな。1が狂人であっても、もしかしたら狂人かもしれない。邪魔されてグッチョブか。そしたら3それならなんか納得だな。1日目だけを考えると。終わっとるもんな。でも 3?6 言えることなんてもう分からんもんで、3に入れてくださいしか言えないんだよな。確かに僕、5番さん僕に LINE 切ってきとったけど、もう、どうなんだろう。守り先言ってくれればよかったのに。マジで。すいません、任せます。3番さん。6番のプレイヤーが発言します。3番さんが言ってた初日グッチブ起きて、でその理由が5をかんで、なんだっけ、5は死ぬつもりだったって話してたよね、うん、でも地紙するとしてもさ、1日目から地紙するかなと思うんだよね。その理由の聞く方もなんかちょっと怪しいような気がするな。だって多分5で地紙してグッチブ起きたなったら多分9言いそうな気がするんだよね。5を守ったけどグッチブ起きましたっていう。だから1日目のグッチョブっていうのはまあ、あえて噛まなかったのか、誰か噛んで噛めなかったのか、まあ、その辺ちょっと、そっちの方がリアキでしょ。あとの祭りですけども。なんか、その理由はさすがになんだろうなっていう感じするんだよな。だから、お坊さんなんじゃないかなっていう。もうこれもおかしいのかな、どうなんだろう。さすが、お坊さんじゃないのか。あ、でもそこ一、そうか、でも、5、そうだよな。5を連れてないと、PP だもんな。5はもう確定だからね。そうだよな。5黒で、4に、そう、4白。ああ、もうやべえ、全然思考が。まあでも、5のグッチョブのその3番さがいてるのは、ちょっと、人狼陣においてリスキーじゃないのかなと思って、そりゃないんじゃないかなと思ってんだけど。地紙なんだよ。そんな1日目から死ぬのかな。逆にいるようになっちゃうけど、そうするとなんか3の方が、黒く見えてしまうんだけど、これもダメなのかな。いや、正直わかんない。ヨーマーさんが全然本当わかんないから、ゴーが身を挺して白くしに行ったのか、あーもうわかんねえ、全然これ。
全プレイヤーの発言が終了。俺を選ぶなんて悪い子だな。初めて聞いたこの声。よほほほほほほ。が4番のプレイヤーが発言します。はいはい、投票なんですけど、もう村目線も1が4え、もうかけっすもんね。1が3いってんの。あ、いや、いや、いいのか。え、 3？ ん、僕から言える。3に入れたら終わるってことぐらいしか言えないんですけど、これ強人じゃね。やっぱ1、すいませんね、下手っぴで。いや、真面目にしわけないな。そんな考察落とすないもんな。6が4に入れてるのが奇跡だな。もう裏目線かけだもんで、もう5に入れたらいいんじゃないですかね。お願いします。次お願いします。3番のプレイヤーが発言します。と6番さんの霊能結果2、7、8が白白白だから、5番さんは狼確定ね。で、まあ初日噛むかってのもわかるけど、でもさ、初日グッジョブが起きてて、もしさ、だって結局地神したのよ、2日目に。でも確かなのは、まあ1日目は知らんけど、2日目は地神してんのよ、確実に。もう5は狼確定だからね。で、まあ、もしさ、まあ、地神だったとしてもさ、もし、グッジョブがもう一回起きたら縄が増えるわけよ。グッジョブ2回で。ね。だから、地神するのも怖いけど、でも結局地神したのよ。ってことは、やっぱり連続で噛んだってのが自然じゃない？うん。地神もレアだし、地神でグッジョブ起きたのもレアだからね。それ考えるの自然ですよ。4ね。全プレイヤーの発言が終了しました。これから投票に移ります。奇跡的に気づかずに一かねくねかな。投票が終了しました。追放されるプレイヤーは、あなたは他のプレイヤーにより追放されました。遺言を発表してください。どう、どういう理論、どういう理論で私を釣るの。1強人だろうね。1の理解力で4を釣らない意味が分かんないし、ずっと強引持ってたしね。1は1強人だろうね。まあ後々無理か、投票になって4が間違えて1噛まない限りは。あ、何、3号で3号だったとして、なんで私が連続地神でしたよって誰も追ってなかったのを自白するメリットがあるわけ。誰も結局1回目のグッジョブの先をさ考えてなかったわけだからさ、何、私がレアケースを推奨したから、提示したから、地神はないから私黒になるの。意味わかんなくねえか。真実なんだって、真実しか言ってないんだって私は。真実言ってそれがレアキだから、レアキが起きてんだよ。だから今信じられないことが起きてるから困惑してんでしょ。三号でどう繋がってたわけ。教えて、納得できる説明を教えてほしいわ。一強だよな。もう思考おかしかったもんな、ずっと。夜が更けました。人狼に気をつけてください。
黒か。そこ外してたしな。夜が明けました。昨夜は1名の方が亡くなりました。6番。ゲーム終了。人狼陣営の勝利です。あ、ちょっとなんだ、僕が釣りをしてるからな。頼りない霊能だって言ったでしょ。え、なんで言った。さんまさんめちゃめちゃストレス溜まっただろうな、あれ。それやもう狂人じゃないけど、狂人使用したら4番さんが誰も噛まないで置いてくれた。しかも2狂人なのか。無理やりしてみたんですけど、ほんとごめんなさい。さんまさん、いや、マジ1村なの。すごいね。お疲れ様でした。一番さ、村なの？村ですよ。分からなくて、なんか3番さんがなんか言ってることが分かるんですけど、もしかして違うのかもと思って。いや、考えすぎて、なんか2週半ぐらいか3週半ぐらいしました。考えすぎました。すみませんでした。結局2連続地紙でしょ？いや、違う。1日目は。1日目霊の勘で2日目俺。やば、マジか。どこ、マジか。どこ護衛したか。あの、まだされますか、どうしますか。あ、いやいや、別に4番さんは。いや、てかまあ私が結局7、8を殺したから、私が結局。ここが、結局申し訳ないですね、7番さん、8番さん。いや、僕も申し訳ないです。3号で。なんで3番さんは急にボグッチョブとか言い始めたの？そう、それがなんかゴデゴッチョブ起きたっていうから、えぇーと思って、なんかおかしくない？ゴグッチョブだったら騎士言うくない？てか、その、実際そうだったとしても、その考察を落とすと6番の思考になるのは俺はわかる。うん、ごめんなさい。私が悪うございました。ほんとごめんなさい。どうしよう、次されますか。される人は準備完了してみてください。すいません、ちょっと申し訳なかったです。僕のせいで負けてしまって、すいません、お疲れ様でした。いや、6番さんだけのせいじゃなくて、私もちゃんと投票してますし、はい。まあ、聞け、あの3番さんはどうされますか。次、素直に考えるか。ちょっと今、あ、まあ、じゃあ一旦抜きますね。お疲れ様でした。お疲れ様です。申し訳ございませんでした。いやいやいや、まあ単語つながるか、なら8釣りをしたしな。いや、申し訳ないです。お疲れ様でした。いやー、やっぱ素直に考えるか。いや、4号で、なんか逆精査しちゃうな。まあ結局そうだな、8釣った時も僕が4に入れてたら勝ってたわけだしな。いやー、むずかったな。4号か。今強靭。8は4号。いや、でももう一回やったのは8釣り寄せてるな。57は分かんない。でもしかも8黒軸で考えちゃったから、なんか7との方がつながりそうだなと思ったんだよな。まあそうだな、イーブンではなかったのは確かだよな。そうだね、4番さん対等ではなかったよな。4番さんはもう黙秘権を行使してたからな。
断面的に黒でも、あ、そうだな。え、なんで地紙したの？まあ、7の信頼拾えるか、まあ、1黒は確かに納得なんだよな。うず、どうしたらよかったかな。どこで間違えたんだ。でも3号だったとしてもさ、7釣りをして5に地紙させなくね。7死んすぎて、死んすぎてはなくない。5は偽だったけど、死ん要素はそんななかったと思うけどな。相対的に死んって感じだと思うけどな。3号がない説明を決戦ですべきだったか。いや、一強人だと思ってもう諦めたからな、割と。もう一試合やろうかな。まず、いやー、まあ、2釣っといてよかったね、初日に。7釣りは弱かったか。やっぱ素直に見るべきだな。なんかわけわかんないこと言ってる人の新要素を拾おうとしちゃダメだな。いや、悔しいな、今の試合。部屋作ってゆっくり待とう。休憩があったら。7号釣りの時狩人は5に投票入れた。まあでもさ、それだとしてもさ、いや説明できなくね。初日は狩人、でもさ、でも地紙2連続の方がまださ整合性あるくね。やっぱ2グッチョムの方が怖いでしょ。グッチョブ起きてたら言うってのはまあ分からなくないけど、でも初日のグッチョブってそんな。でも謎だよな。結局謎行動されたからそれ説明できないんだよな。まあなんか説明しようとしたのがバカだったのか。難しいね。謎行動に理由つけてるとキリがなくなる。でもさ、まあ、レンガミがさ、一番、でもさ、6番さんの中では初日のさ、地紙自体がさ、謎っていう話したからな。まあ、なんか、まあ、そっか。もう合わせるべきだったか。まあ、
まあ、少なくとも遺言の時に帰れたか。え、でも、まあ、でも言ったよな。一日目はまあよくわからんにしても、二日目は地神した。だから結局6番さんはさ、2番さん入れてくれてたからな。まあでもさ、でも僕狼やったらさ、あれじゃね ?4 号で追わせた方が楽じゃね。でもそれ否定したんだよ、わざわざ。4号なくねって。っていう話をすればよかったか。説明不足やったなぁ。まあでも一応強靭に見たかな、投票で。もうなんかど、まあ、いや無理か。初日初回の、いやぁ。いやぁ、もう一回やっても勝てる自信ねえなぁ。ああ、そうだな。まあ敗因は。そうだね、結局初日のグッジョブの話は忘れてたからな。まあそこを聞くべきだったか。あの8の4号ローローの、お願いします。4号ローローの6強っていうのは違ったからな。ベテラン一番さん来たとか言わない。え、どういうあれでした？わかんなくなってたのかな、もう。いや、でも、3号はなくね？ 3 号はなくね？ 4 号だって否定したんだよって言えるターンがなかったな。そうだな、最後の決戦でも言う時間なかったしな。またいるよ。あーでもそれ言える、そうだな、4号じゃなくねって言えるターンがなかった。いや、最終日の最初言えたか。占い師煉瓦っていうのは私が途中まで4狼を追ってたので、7、8があるって言った、おっしゃってたのが怪しく見えた。聞きます、ここか。間違えてた。でも、煉瓦ってのが、一番納得できるくない？もう、そこ噛むしかなかったっていう、いうのが。グッジョブ置いといて、まあ、でもそれが納得できなかったとしてもさ、僕の黒要素ではなくない？それは。だって、そんなこと言わなきゃいけない。だって、狼だったら、霊能グッズを知ってるんだから、煉瓦っ
って言わさなくてよくない？その思考に至らなくない？周りくどすぎない？そんな6番自身も言ってたレアケースっていうのを初日の。五神なら9が50グッジョブっていう気がします。まあそうだな、守り先聞いときゃよかったけど、まあ普通に霊能グッジョブだろうなって僕も思ったからな、途中まで。でもそっから地神するっていうよりは、でもまあ結局違ったんだけど、そっから地神したっていう説明の方が不自然じゃない？納得できなかったかな。結構なんか、ストーリー的には、まあ、違ったんだけど、地神して、僕の説明なんか納得できなかったかな。なんかめっちゃ自分で納得しちゃったんだけど、地神して、グッズも起きちゃったから、死ぬつもりだった。で、もう神先がなかったから、もう噛むしかなかった。で、4を占うつもりなかったけど、もう4を占うしかない。あんだけ視点違うって言ったんだから、4を占うしかないし、黒出すわけにもいかんし、白出したって。初日地神を追うのはむずい。4が白くなるための紙かなと思って。でも、初日にグッジョブ起きてて、地紙、追うのってきつくない？まあ、確かに、グッジョブ先は言うと思うけど、でもどっちみちそれ僕のクローズじゃなくない？繰り返しになるけど。いやなんかどうしたらよかったかなと思って、まあ狼の作戦が強かった、まあ確かにそれはあるな、それはそう。まあそうだな、狼が強かったな、それはそう、違いない。そんなことあるわけなくねってことをやってるからな。初日地神は全然終えると思うけどな。初日地神してさ、カリウドが守り先言わないっていうのもまあなくはなくない？いや初日地神ってめっちゃ悪くない？ 3D 人狼殺ではないけど、6番さんは現にそういう推理をしてたから。でもさ、結局でも4の話ってできなかったからな。4って結局な、わかんねえしか言ってなかったから、クルースないからな。まあ、そこはきつかったのはある、確かに。対等ではなかったからな。4の黒要素を上げれたら一番良かったんだけど。で、しかも僕は4号で否定しちゃってるからな。いや、でも僕の説明なんかめっちゃ良かったと思うけどな。4号を否定した上で、5が初日死ぬつもりだったから、だから変なライン切りだったって。やっぱでもそれしかない。多分もう一回言ってもその説明、だって4の話はできないし、5の黒要素言ったところで仕方ないし、
ってなると、もう一回やったとしても、最終日は多分変えられないな、多分発言は。要するに、どこを反省するかっていうと、やっぱ7、8を釣ったところだったな。そこだな、反省すべきは。縁紙の話はあまり意味なかったと思う。え、でも他にする話なくない？でも仮にさ、めちゃくちゃ合ってるとしてさ、例の、でも結局でもさ、4号否定してるからさ、僕。それをも、またくっつけなきゃいけないからさ、ってなると縁紙の話した方がよくね。僕のその、まあ、確かに連紙を考える思考は別にいらないけど、でも僕のは4号をめちゃくちゃ否定してるから、それを、否定した理由を説明するには連紙って話って必要じゃない？不自然な紙筋の推理って必要じゃない？で何の話すべきだったかな。自分が狼でなり得ない要素の話をした方がよかった。狼確定してるから、5が。僕の狼になり得ない詰めて、どうしたらできたかな。3号がないよっていう話をした方がよかったかな、じゃあ。暗号がないよっていうのはどこで言えた？暗号だったら気がみしないよ。5は暗号だったら、暗号だったら8に黒出したら勝てるじゃん。だって僕初日から8疑ってるんだからっていう話をすればよかったか。と、あと、あ、そっか。3号より4号の方が地紙で得をする。あー、その話すればよかったか。あ、確かにね。まあ、ただ4号でも8黒でも1黒でも、あの、3黒でもいいんだけどな。それは言えるんだけどな。え、でも微妙じゃない ?4 号の方が地紙で得するかね。それも微妙じゃね。だって、現に4号で地紙するメリット思い浮かばなかったし。だって、狂人がいる可能性もあったから。やっぱ無理じゃね？その話するのは。地紙で得する、紙筋で得するっていうのは結局不毛じゃない？その話は。紙筋だって何とでも言えるくね。4が得をするように見せかけて地紙させたとかも言えるくね。いやでも3号だったら8に黒出した方が楽ってのはあるな。4号で追われてたん、いや違うわ。4号で追われ4号で追われてたから4が釣り位置だった。あ、僕が狼だったら事前に4を黒塗りする準備があるはずみたいな。あ、4に黒塗るより8に黒塗った方が楽。あの、それは通るか。
それは通るか。3号だったら、実際1日目から僕は4に触れてないわけだから、で、8のことを結局、初日から触れてるんだから、8黒の方が楽ってのは、それは言えるか。だろうな。4号の話で自分の白さを主張した方がいい。僕の白さって何？3号で3が7を釣りをしてるのに5の地紙で7の霊能結果見せる意味がない。あ、それだな。それなら言えるか。確かに。いや、でも言えないな。僕だって霊能紙だと思ってないもん。だってその瞬間。その瞬間だって僕は2連続地紙だと思ってるから、言えないわ。その瞬間に戻ったら僕は言えないね。まあでも改善できるとしたら、この紙先を、いや、無理だな。僕は多分その瞬間、2連続地紙しか考えてないから。おベテラン向けきた。いや、むずいな。ちょっと、まあ見返そう、ちょっと。あと見返すわ。